山形県酒田市のバイク屋鈴木モータースです。昨日埼玉の方に、行ってきました。日帰りで行ってきました。昨日はですね、当店に、在庫車両としてあった BMW の R1200RS をですね、埼玉のお客様にご契約をいただいて、昨日埼玉県にこの車行ってまいりました。そしてですね、同時に埼玉の方でヤマハの XJR1300 の買い取りと、あとはですね、川崎の Z1000 の、引き取りと2台積んで帰ってきました。はい、朝4時で起きて5時で出発して帰ってきたのが夜中の11時前という感じですね。非常にこうハードな一日だったんですけども、まあ道中ですね、ずっと晴れで天気よく、車内でカラオケ大会をしながらですね、楽しく行ってきましたので、でですね、うちの100系のハイエースにもう 1300cc と 1000cc を積むというですね、合計 2300cc を積むというかなり大変でした。今まで一番大変でした。なのでもう現地でマフラーをですね外したりですね、いろいろとこう外せるものを外してなるべくこう、入るように頑張りました。はい、非常に厳しい戦いでしたけどもね、なんとか頑張ってきました。はい、でこれからですね、入ってきた在庫車両の方をですね、洗車してワックス掛けして、プライスをつけてですね、インターネットの方にもまた写真と動画とですね、掲載の方したいと思っておりますので、今日もですね、買取でハイヤブサ入ってきましたので、それもですね仕上げて早く、お見せできるようにしたいなと思っております。今日も最高の天気でございます。今日も一日頑張ります。